Bossuzaru? Bossuzaru? Tamiya? Anta, moshikashite naiteta no? Urusai. Naite nanka nai. Dou shita no yo, ittai? Dou shita tte koi shita no yo? Koi shite furarete gaokyuu shita no yo? 笑いなさいよ。腹の底から笑いなさいよ。笑うもんか。私もあんたと同じだから。タミヤ。 私より3センチ背が高いんだもん。常に見下されてるような気がして本当大嫌いなのに。それなのに。あんたって本当繊細なんだね。精神的にも物理的にもいつも上から目線で物言われてるようで悔しかったの。見てよこれ、私のダーリン。こいつカラオケで成敗したチャラい50人切りの名乗りじゃん。あんた まさかこいつと。しちゃったの？ご想像にお任せします。そう。でもこいつとどうやって出会ったの？実はあの日は朝から遅刻症で学校まで落ち伝いさんに車で送ってもらったの。その時。何してるのよ、危ないでしょ。私は運命の出会いをしたの。ゴッゴン。 それから彼の言う通り合コンして、それですっごいプラトニックな気を交際続けてきたのに、それなのにあの女にダーリン奪われるなんて。あの渋香の女、思い出しただけで腹渡煮えくり返る。渋香の女？木崎芽衣香って女よ。芽衣香？あんた芽衣香に彼氏奪われたの？あの女、 見た目は草食系だけど本性は相当な肉食系よ。渋谷でカップル潰して遊んでる最低な女よ。じゃあ最近学校でカップル別れたって話よく聞くけど、それってまさかみんな木崎芽衣香って女に寝取られてるのよ。何よそれ。しかも決まって、彼と渋谷で遊んだ後に彼氏が浮気ってパターンで、それにあの女男を奪うのが楽しいってだけで本気で好きになるわけじゃないってのよ。えっ、じゃあ 芽衣香は新たなことも？うちの学校だけでも相当な数被害に遭ってるって噂よ。私の子分も根こそぎやられたからね。あれ、タミヤ、主、やっぱ上から目線なの？くっそー。ボスダル、被害に遭った子集められる？集められるけど集めてどうするの？芽衣香を成敗する。面白そうじゃない。任せなさい。 そういうことなら今回は特別に力貸してあげる。ボスザル、敵は、ホテルマグワイにあり。ああ、もしかして神山君危険な目にあってるんじゃ。俺たちも行くぞ。でも危ないよ。このスノロー、ニカ様と転校生がピンチなんだぞ。今彼らの力になれるのは、なれるのは俺たちじゃない。 でも興味あるから一番後ろから付いていくぞ。ああ、え、体が鉛みたいに重くて口開くのがやっとた。心配しなくてもニカの面倒は俺が見るからさ。 何笑ってんだよ。 自分の女を俺にやられちゃったアリには随分余裕そうじゃねえか。嘘だな。あいつと少しでも一緒にいたら分かるだろう。あいつなら逆に返り討ちにするって。やっぱニカのこと好きなのか。俺は本気で好きだ。だから答えろ。
正直わかんねえ。でもあいつの前だけなんだ、俺が自然体でいられる場所。マサムのカメラの準備できてる？ああ。じゃそろそろ始めよっか。僕は神山くんが嫌いだ。同じメガネキャラで背だって10センチくらいしか変わらない。顔だって見ようによってはほとんど同じ。嫌いなのに、その一方で彼を心配している自分がいる。この複雑な思い、この思いはまさか。悲しい、膝が笑う。ドクターで基盤です。そして彼らは目的地を分かっているのだろうか。動かなくて辛いでしょう。で動かねえんだよ、くそ。恨むんならタミヤにか。恨みな、あのバカ女。ちょろっと芝居したらコロッと騙されてさ。くそ、やめろ。私たちも被害者だよ。メールありがとう。協力するね。私もみんなありがとう。ニノ、ニカ、待ってて待ってて。やめろ。あー、なんかドキドキしてきた。男を襲うのって初めてだもん。そこまでだ。タミヤニカ、どうしてここが。受付のおばちゃんに聞いたのよ。女一人に男二人だからすぐ分かったわ。サンキュー。メイカー、お仕置きタイムの始まりだよ。なんでこんなことしたのよ、メイカ。ごめんなさい。だって一人が怖かったんだもん。え？私中学の頃女子校でぶりっ子とか言われてスカトされてて、いつも一人だったから逃げるように公立に入って、初めて声かけてくれたのが男の子で、死ぬほど嬉しくて街歩いて声かけられても下心あるのは分かってたけど、一人ぼっちよりはずっと良かった。メイカ、ちょっとタミヤ、こんな唐突に過去の不幸話する女信じちゃダメよ。あなたの不幸話とカップル潰しは何の関係もないでしょ。みんな昔私をいじめてたやつに見えたの。彼氏の前じゃ可愛くしても裏じゃいじめとか仕方するくせにって、気づいたらカップル潰しが楽しくなってた。メイカ、恨むんならタミヤにか。恨みな、あのバカ女。ちょろっと芝居したらコロッと騙されてさ。マサムネ！あ、悪い。手滑った。痛いな！何すんなよ！こんな痛み！あんただって、好きな人ぐらいいたことあるでしょ！
きな人奪われるのはもっと痛くてもっと苦しいの。ごめんなさい。もう二度とカップル潰ししないって誓える？約束だよ。茶番は終わった？私たちはそんなビンタ一発で許すような青春ドラマしに来たわけじゃないんだからね。私のダーリン奪った罪は重いわよ。無駄毛片っ端から引っこ抜いてあげようか。抑えな。はい。離してよ。やめて。どこから抜く？足の親指の毛がいいんじゃん。素早く抜くと痛みが半減するから、ゆっくりゆっくり抜いてあげなきゃね。ちょっとやめて、お願い。痛い。その一本だけ生えてる妙に長い毛は何？それは抜いちゃダメ。お願い、高だけだけはやめて。それは抜けって言ってるのよね。そうよね。ずっと男が下がるの。なさいませ、ご主人様。ひとみんと一緒に萌え萌えな時間を過ごしましょう。今日は